皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回は広背筋トレーニングのおすすめのセット数、レップ数、頻度、そして種目選択のコツとサンプルメニュー解説していきます。前回の動画でですね、その広背筋の機能とね、注意点については解説をさせていただきましたので、じゃあそれを踏まえてね、具体的にどういうふうにメニューを組んでいったらいいのかっていうところ入っていこうかなと思います。で、早速なんですけども、まずはレップ数ですね。どれぐらいの回数でセット組んだらいいのかっていう話なんですけども、これは使う器具によって若干違ってきまして、フリーウェイトのトレーニングの場合は6レップから8レップの間がおすすめです。結構高重量でね、組んでいただくのがおすすめかなと思います。そしてマシンのトレーニングの場合はもうちょっとね、レップレンジが広がって6から12レップの間で組んでいただくのがいいと思います。フリーウェイトの方がやっぱりですね、高重量でとにかく全身の筋肉をね、まんべんなく鍛える、で細かい筋肉も含めてまんべんなく鍛えるっていうところに向いているので、その長所を最大限に生かしてしっかりと高重量で広背筋を中心とした背中の筋肉ですとか、肩のですね、三角筋の後部とかね、そういったところもしっかりと鍛えていく。で、まあそのためにはしっかり高重量でですね、とにかく重量を伸ばしていくというのが効率よくなりますので、6レップから8レップで組んでいただくと。で、逆にですね、まあパッドなんかで体が安定しやすくて、よりですね、細かい筋肉の広背筋のね、収縮感とか動きを感じ取りやすい、そういったね、マシンの種目に関してはもうちょっと重量を落として回数を多めでやっていただくっていうのもありですし、フリーウェイトと同じようにとにかく高重量でね、6レップぐらいでセットを組んでいただくっていうのも全然いいと思います。まあ、そこはね、ご自身の目標、目的ですとか体感に応じて変えていただくといいんじゃないかなと思います。そして次、セット数ですね。週あたり10から20セットの間で組んでいただくのがおすすめです。最初はまあ10セットに近いところから入っていただいてね。で、疲労度合いとか回復を見ながら20セットに近いところまで徐々に増やしていくっていう形でやっていただくといいと思います。そして頻度については2回から3回1週間にやっていただくのがおすすめです。もちろんですね、週に1回だけ背中の日にまとめてやっちゃうっていうのもいいと思います。もうそれはそれで全然構わないんですけども、広背筋のトレーニングにおいては上から引く系のプル系の種目と前から後ろに引くローイング系の種目で、この2つをね、軸にメニューを組んでいくことになるので、週に2回背中のトレーニングの日を設けてあげて、1日目はプル系の種目を重点的にやると、2日目はローイング系の種目を重点的にやると、そういう形で分けてあげるとより効率よくね、広背筋鍛えていくことができるので、私はね、週に2回やっていただくのがおすすめですね。で、もちろん週1回やる場合でもそれはそれでね、週あたりのボリュームが揃えば週に1回だろうが2回だろうが同じ効果が期待できるので、週に1回しかね、背中トレーニングの時間が取れないのであれば、その1回でしっかり追い込んでいただくっていうので構いません。ただその場合もローイング系の種目とプル系の種目のバランスをとっていただきたいので、例えば今週ですね、プル系の種目を先にやる懸垂から入ったら、じゃあ次の週はローイング系の種目ベントオーバーローからね、先に入っていただくみたいな形で、順番をね、ちょっとずつローテーションさせるっていうのも非常にいいと思います。では次にですね、トレーニングする際のコツについてお話ししていきます。4つありまして、まず1つ目、高重量を扱えるコンパウンド種目を中心にするということです。これはどの部位にもね、共通してることなんですけども、基本的にはですね、高重量を扱えるコンパウンド種目をしっかりとやり込んでいただいて重量を伸ばしていただくというのが効率よく筋肉を大きくしていくために効果的なことになります。そのためプル系の種目で言ったら、ラットプルダウンに比べると懸垂の方がより優先順位が高くなりますし、ローイング系の種目でいくとケーブルのシーテッドローよりもバーベルやダンベルのベントオーバーローの方が個人的にはですね、優先してやっていただきたいなというふうに思っております。そして2つ目ですね、2つ目は効いている感覚にこだわりすぎないということですね。何度かね、他の動画でもお話ししてますけども、こうギューッとね、収縮している感じがあって効いている感じがあると、それでね、筋肉も大きくなりそうな気がするんですけども、必ずしもその収縮感があって効いている感じがあるからしっかりとですね、その重量が
広背筋にかかって乗っていてですね、筋肥大に必要な刺激が入っているかというと、必ずしもそういうことではないので、あんまりですね、その効いてる感じっていうのにこだわらない方がいいと思います。特に背中に関しては自分の目で見えない部位なので、なかなかですね、その効いてる感覚がつかめないっていう方も多いんですよね。そうするとやっぱりね、なんか頑張ってやってこう疲れてるし、なんか全身効いてる感じはするんだけども、広背筋にちゃんと効いてるかどうか分かんない、不安になる方いらっしゃると思うんですけども、基本的なフォームがしっかりできていれば、効いてる感覚がなくてもきっちりと広背筋に効いてますし、広背筋が筋肥大するのに必要な刺激っていうのが入ってるので、あんまりそのね、効いてる感覚っていうのにこだわりすぎないようにしてください。その効いてる感覚、ギューッと収縮している感覚がしっかり得られるようにっていうことに集中しすぎてしまうと、重量が伸ばせなくなるので、筋肥大に一番重要な重量を伸ばしていくっていうことがおろそかになってしまうんですね。そうすると結果的にはですね、それによって筋肥大の効率を悪くしてしまう恐れがあるので、あんまりね、背中のトレーニングに関しては特にですね、効いてる感覚っていうのにこだわらないようにした方がいいと思います。そして3つ目はですね、プル系の種目とローイング系の種目両方やっていただくということにあります。よくですね、広がりをつけるには上から引くプル系の種目で、厚みをつけるには前から引くローイング系の種目がいいよなんてね、言われたりします。合ってる部分も確かにあるんですけども、ローイング系でもしっかりと広がりをつけるために必要な広背筋の部位っていうのはしっかりとね、筋肥大をさせることができます。そして筋トレで大事になってくるのは、体の動きと筋肉の走っている向きを揃えてあげるっていうことにあるんですね。筋肉が流れている向きと同じ方向にウエイトと体を動かしてあげるっていうことが大事になってくるわけなんですね。分かりやすい例でいくと、上腕二頭筋なんかはこうまっすぐですね、筋繊維が走ってるわけですよね。で、これと同じ方向にグッと曲げてあげるとしっかり効いてくれるわけです。二頭筋の場合は肘はね、曲げるか伸ばすかの2つの動きしかできないので、単純にね、アームカールの動作やれば自然とですね、筋肉の走ってる方向と動きの方向っていうのが合うので、上腕二頭筋って効いてる感覚すごい分かりやすいですよね。それと同じように広背筋のトレーニングでも、筋肉の走ってる方向と動きの角度っていうのは揃えてあげると、より効率よくね、鍛えることができるんです。広背筋は全身の筋肉の中でも特に面積が広いんですね。非常に広い面積にわたって、ついている筋肉なので、その分ですね、筋肉が走ってる角度についてもたくさんあるんですよね。いろんな角度に筋肉がついてるわけなんです。上はこう背骨のね、真ん中あたりから始まっていて、下はもう骨盤のところまで結構ね、差があるわけなんですよね。なので広背筋上部に関してはローイング系の種目で、よりね、広背筋の上部の繊維と揃った方向に動かすことができますし、逆に骨盤に近い下部についてはプル系の種目、懸垂とかね、上から引いてくる系の種目で広背筋のこのね、下部に向かうラインに沿った動きができるということで、プル系の種目だけでも不十分ですし、ローイング系の種目だけでも不十分になってくるというのが広背筋のトレーニングなんですね。なのでどっちかではなくて、両方ですね、広背筋を鍛えるためにしっかりとやり込んでいただきたいというのが3つ目です。そして最後4つ目なんですけども、可動域をなるべく広く取るということにあります。特に背中のトレーニングって可動域が短くなりやすいんですね。懸垂とかね、ラットプルダウンでもあんまりですね、しっかり上までね、伸ばしきらない人多いんですよ。こう肘がね、伸びきる前に切り返してしまって、特定の範囲でね、ちょこ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 やってる方って結構いらっしゃるんですね。で、引く時もこうしっかりね、引き切るところまで引けてなくて、途中まで引いて途中まで戻してみたいなね、中途半端な可動域でね、やってしまってる方が結構いらっしゃって、そういうのすごいもったいないですよね。ローイング系の種目でもシーテッドローなんかで体をね、大きく倒してチーティングしながらね、やったりしてると、なんかね、体は大きく動いてケーブルもね、しっかり引けてるように見えるんだけども、実はこの肘の動きはそんなに大きくないっていうパターンもあったりして、
実はですね、可動域をいっぱいに使ってトレーニングできてる方ってあんまり多くないんですよ。で、やっぱり基本的にはね、しっかりと筋肉の可動域っていうのを目いっぱい使っていただいてトレーニングしていただくっていうのが、関節への負担を減らして怪我を減らしながら効率よく筋肉をつけていくのに大事なことになってきます。もちろんですね、上級者のテクニックで特定の可動域だけで動かして筋肉から負荷を抜かないとかね、特定の筋肉のね部位だけを集中的に刺激するっていうやり方もあるにはあるんですけども、まあそれ以前のね、もう基本としてパーシャルレンジで効かせるテクニックが使える方っていうのは、それ以前のねベースとしてしっかり広い可動域でしっかりとね筋肉を使うというテクニックができているからこそなんですよね。なのでまずはしっかりと可動域を広くとって大きな可動域でトレーニングできるようにしていただくのをおすすめします。では次にですね、広背筋のおすすめ種目お話ししていきます。もうこれはプル系の種目とロイング系の種目に集約してくるかなと思うんですけども、まあ、まず一つ目は懸垂ですね。なんといってももう懸垂をしっかりできるようにしていただくっていうのがもう一番いいと思います。そして次がラットプルダウンですね、2種目目。まあこれはプル系の種目でね、懸垂とラットプルダウンの違いはまた別の動画でね解説をしておりますので、そちらもねご覧いただきながら、どっちがいいのかな、どっちをやったら今の自分にとっていいのかなっていうのは考えていただければと思います。そして3種目目、ベントオーバーローですね。これも背中のトレーニング、広背筋だけでなくて背中全体のトレーニングで本当に基本的な動きになってくる種目ですので、きっちりとねできるようにしていただいて、高重量でトレーニングをしていただければと思います。そして4種目目、こちらが最後になってくるんですけども、チェストサポーテッドローという種目になります。これはベントオーバーローと同じようなローイング系のねフリーウェイトの種目になるんですけども、インクラインベンチにですね体を預けて行うことで、ベントオーバーローよりも姿勢を維持するのがはるかに楽になります。なのでしっかりとねトレーニングの後半でフォームが乱れがちになってくるところで、しっかりと体を安定させながらフリーウェイトで背中を鍛えることができるという意味で、あまりやってる方は少ないんですけども、ものすごいおすすめな種目になります。ぜひねやってみてください。ということで、これらを踏まえて、じゃあサンプルメニューどんな組み方したらいいのかっていうことをね最後にお話ししていくんですけども、もう今ですねお話ししたおすすめの種目を、プル系とロー系交互にね入れていくっていうのはもう一番シンプルかなと思います。まあ例えば週に2日背中のトレーニングするのであれば、1日目は最初に懸垂をやって、で2種目目によりね体を安定させやすいチェストサポーテッドローをやると、でこれでおしまいです。そして2日目はベントオーバーローを1種目目に持ってきますね。で2種目目はプル系でよりですね体を安定させやすいラットプルダウンを持ってくると、そういう感じになってきます。これで4種目3セットずつなんで12セットで、まあこれで十分かなという感じなんですけども、下半身のトレーニングでデッドリフトをやる方であれば、そのデッドリフトも広背筋のトレーニングとして、数えていただいて問題ないと思います。これもまた別の動画でですね、デッドリフトで広背筋は大きくなるのかどうかというね動画出してますけども、まあそこでお話ししている通り、デッドリフトで広背筋を筋肥大させる、それだけの刺激を与えることもできるので、デッドリフトを下半身の日にやってる場合はそれも広背筋の種目として数えていただいて構わないと思います。そうするともしねデッドリフトをやるのであれば、週に3回背中のトレーニングやって広背筋のセット数は15セットということで、もう十分なねセット数稼げますよという感じになります。週に1日だけ背中のトレーニングするのであれば、例えば今週は懸垂が一番最初で、次にバーベルのベントオーバーロー、そして3種目目にラットプルダウンで、最後にチェストサポーテッドローで、次の日はローイング系とプル系の種目逆にして、1種目目にベントオーバーロー、2種目目に懸垂、3種目目にチェストサポーテッドローで、4種目目にラットプルダウンっていう形でやっていただくといいんじゃないかなと思います。まあこれでも1回のトレーニングで4種目3セットずつなんで、そんなに時間はかからないと思いますし、十分ですねこの12セットというので筋肉は大きくしていくことができますので、ぜひ参考にしていただいて、ご自身に合ったねトレーニングの種目ですとか組み方っていうのを見つけていただければと思います。
参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Bレジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。他にもですね、概要欄で新商品の情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。